回ってたんだ。はい、ということで、はい、このラムネ、黒原投手がベンチでもぐもぐしてて超美味しそうだったんで、試合終わって速攻買ってきました。もうね、集中力、集中したい時にって書いてあるから、もう今集中したい時なんで買ってね、今ね食べてました。はい、ということで、いらっしゃいませ、妖怪サッカーバーのカオルです。はい、皆さん、はい、こんにちはってことなんですけども、あのね、ここでね、ちょっとマジ最悪ってことが起きて、多分このチャンネルシャドーバンされました。まあ、シャドーバンって何っていう感じなんですけど、あのですね、シャドーバンっていうのは普通にチャンネルは存在してるんですけど、で自分は気づかないけど、みんなにもこう、みんなも気づきづらい、なんて言えばいいんだろう、難しいな。まあ、シャドーバンっていうのはとにかく表ではバンされてないんだけど、タイムラインに上がってこないとか、なんかね、こう表には上がってこないんだよっていう、難しい、言うのがっていう感じで、とにかく今そのシャドーバンっぽいものになってるんですね。だから要は登録していてもタイムラインに上がってこないっていう現象が起きてるんです。で、登録者の一覧みたいなところに行くとトップに出てくるんですよ。もうわけわかんないでしょ。で、それの現象で明らかに再生数がね、下がってるんです。10分の1ぐらい下がってるんです。なので、もうとても悲しいです。ですけど、私はその今最近は100再生ぐらいなんですけども、その100人も見てくださってる方がいると思うたら、毎日あげようと思ったので、この動画は続けていこうと思います。シャドーバンに負けないっていう感じでね、はい、頑張りたいと思います。はい、それでですね、本日のじゃあ試合結果から言っていきますか。ということで、お席ご案内します。はい、ということで、あのさっき言っちゃったんですけど、本日の試合結果まず言わせてください。4月7日マツダスタジアムで行われました、広島対中日の第3回戦0対1で中日が勝ちました。はい、はい、3連敗らしい噂ではっていう感じなんですけど、まあまあね、先発は広島が黒原投手、中日はメヒア投手、責任投手は勝ちがメヒア投手、負けが黒原投手、西武マルティネス投手ということでね、マルティネスやばくねみたいな、3セーブ目じゃねみたいな、そのうちの2セーブ上げてねみたいな感じなんですけど、まあこんな感じで今日の試合は、はいはいって感じでございます。はい、まずはですね、スタメン予想ゲーム結果発表っていうコーナーなんですけども、まあ、こちらはね、もうあのずっと開幕してからやってるコーナーですので、あのやり方とかは前の動画とかで見てください。私が勝手にスタメンを予想して、それがあの実際のスタメンと照らし合わせてどのくらい合ってるかっていう、まあ、コーナーでございます。まあ一応計算方法とか載せておきますので、はいって感じで、まあはい、こんな感じです。昨日の予想でね、菊池選手は右投手の涌井さんからしか打ってないという面でね、積極的休養も必要なのでスタメン外したんですけども、それがドンピシャだったということで、で野間さんが復活したので、ちょっとそこは予想できなかったんですけども、まあ私はね、上本選手にしていたのでちょっと外れてしまってました。ということでね、今日は27点中19点でした。はい、ちょっと低めですね、残念、今日は残念ってことで、なんかコメントでもいただいてたんですけど、20点いけばいいんじゃないみたいな感じで言われてたので、確かにそうかもしれないと思って、ということで今日は20点をね、下回るということで低めとなってしまいました。はい、以上結果発表でした。はい、続きまして本日の一軍のトピックスでございます。まずですね、まあ、あのこれは皆さん知ってますけども、27イニング無得点はということで、カープがね今日5安打で、中日が3安打で負けるってどういうことなんですかね、ちょっと私は分かんなくて、
カープ5安打も打ってんでしょ、中日3安打で勝ってんでしょ、どういうことですかねっていう感じですね。はい、で続きまして、黒原投手の結果なんですが、今日は5回77球被安打3、奪三振3、四死球0、失点1っていう感じだったんですけど、四死球0ってめちゃくちゃねいいよねっていう感じで、もうすごいいいピッチングだったんですけども、来週ね森下投手が上がってくるのかどうなのかっていうのがちょっと気になるところなんですけども、新井監督はその辺はね考えるって言ってたので情報を待ちたいと思います。はい、続きましてね、矢野選手がマルチヒット&ナイス守備ということで、今シーズンね5割7分1厘も打ってるんですよ。その打率にプラスして今日はねセカンドライナーの守備が素晴らしかったですよね。もうちょっと一瞬菊池選手かと思ったもんっていう感じです。スタメンの起用に応えてくれました。はい、続きまして8回のリクエストについてです。これねまさかのね矢野選手に葉月選手がダイソーとして出てきて、で松山選手がレフト線にいい打球を打って、で葉月選手がファーストからホームまで激走したんですけど、もうそれでアウト判定って感じでリクエストをしたんですが覆らず、ね、一昨日もそうだったんですけど、なかなかリクエストがね覆らない、何なんですかこの現象っていう。で26イニングぶりのね1点ってなるかなと思ったんですけども、まあ1点が遠すぎるってことですね。ということでホームランバッターの筒香さん待ってますよ、待ってますよ。はい、ということで続きまして、勝ちパのね投手を出すも、勝ちパのねあの矢崎投手と島内投手、栗林投手の継投をねしたんですけども、まあ、執念が実らず、ちょっともう耐えないよねこの勝ちパをね負けで出すっていうのはねって感じですね。まあまあまあ明日休みなんで休んでください。はい、続きまして今日のカオルが選ぶ MVP 発表したいと思います。ブーバスン黒原匠投手。はい、ということで選んだ理由としては、まあ、前回のリベンジ成功、まあ、汚名返上ということでねいい感じだったよっていうのと、まあ失点はしてしまったんですけども、まあ、すごいいいピッチングだったということで、まあ、吉球もゼロってさっき言ったんですけども、吉球もゼロで、もうラムネも美味しそうに食べるし、ほんとその辺 MVP だと思う、マジで本当に、あの多分あの床田投手がさガルボとねなんかコラボみたいなのしてたの多分狙ってんじゃないかなって私思うわ。黒原投手多分ラムネ狙ってるわってことでね、あのこれどこの会社なんですかね、森永さん待ってますよって感じで、はい、以上今日の MVP でした。はい、続きまして今日の2軍の試合内容なんですけども、練習場で行われました広島対阪神の第6回戦2対12でどっちが勝ったと思います？阪神はい、残念ということで、先発は広島がなんとあの杉田投手で、阪神がなんとあの注目されている門別投手ということでした。でまあね、今日のトピックスなんですけども、あのまずね門別選手がいいピッチングをしたということで、4回34球被安打2、奪三振0だけど四死球0、失点も0ということで、まあ奪三振0に関してはちょっとあれですけど、四死球0の失点0も最高じゃんって。でしかも4回34球だからね、門別投手はねネクストブレイクの最有力ということなので、今後タイガースのローテに絶対入ってくると思うんですよ。なのでちょっと要注意人物って感じでね注目していきたいなと思います。はい、で続きますね、カープの杉田投手が先発転向なのかということなんですけども、結果はですね今日3回の3分の1 82球、被安打7、奪三振4、フォアボール四死球が1、失点3。ちょっとねラムネがまだ入ってますので滑舌は気にしないでください。でまあね、杉田投手先発がまあ今回初めてだったのでまだわかんないんですけども、まあ、もしかしたら
リリーフ向きなのか先発向きなのか両方いけるのかを見極めるっていう試合だったのかもしれないしというちょっと分かんないですけども、まあ次もねもし先発登板したらもしかしたらまあ先発転向なんだろうねっていう感じですよね。はい、まあ今後も注目していきたいと思います。で続きましてケムナ投手がイニングまたぎをしていたということなんですけども、もしかしたら1軍のロングリリーフで起用したいのかもしれないと私は思いました。で、まあ、今ね1軍のロングリリーフがいないと思うので、必要ですよねっていうのでケムナ選手が有力なのかもしれないと思って、で今日はねちょっとランナーを出して満塁とかにしてたんですけど、なんだかんだゼロに、なんだかんだいろいろあって、まあなんやかんやね、まあゼロで抑えてたんですね。だからまあもうちょっとかなっていう感じですね。ランナーを出さないで頑張ってほしいっていう感じですね。で、はい、なのでこれも今後注目していきたいですね。はい、で続きまして末金選手が3番の指名打者でスタメンで出ておりました。ですがね、まあ今日は押し出しでフォアボールを選んで1打点ついてたんですけども、3-0ということで、まあもうちょっとね2軍で頑張りじゃないしっかり頑張ってもらいたいと思います。はい、で最後は押しのうぐさくんが代打で登場したんです。今日はスタメンじゃなかったんですけど、まあね代打で登場ということで、もしかしたらスタメンで使いたい人いっぱいいるからねしょうがないのかもしれないって感じなんですけど、でまあ押しのうぐさくんは今日キャッチャーフライと押し出しフォアボールって感じで、まあ頑張ってくださいとしか言いようがありません。はい、ということでうぐさくんは絶対言うみたいな感じにしていくねこれからも。はい、以上2軍の情報でした。ちょっとね今喉がね3週間以上痛くて、なんかいるんでちょっと喋りづらいんですけど、明日病院に行こうと思ってます。もうちゃんとね病院もこう2回行ってるからね、私2回行って抗生物質も飲んでるのにまだ痛いからね、やばいよマジで。はい、ということで切り替えて次の試合のスタメン予想をしていきたいと思います。で本来ならねここのコーナーは月曜日の夜に出すつもりだったんですけども、まあ、ちょっとシャドーバンの件もあるし、明日ちょっと病院に行きたいので本日予想させてもらって、明日の動画はお休みという感じにさせていただきたいと思います。はい、で27イニング無得点の上に次の火曜日は大の苦手村上投手ということなんですけども、ここで何かを変えないといけないと思ったんです。私は思いました。はい、ということでここで問題です。でれん、去年村上投手から10割打っている人がカープに1人います。誰でしょう。はい、タイムアップ。正解はバス、トコダ投手です。しかも火曜日の先発が床田投手、これ運命じゃない。まあ言うてもね、まあ1打数の1安打の単打なんですけどね、まあ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 なんですけども、もうすでに今シーズンねヒット打ってるじゃないですか。だし去年のシーズン打率皆さん覚えてます？2割7分5厘です。ということでこちらのスタメン予想になりました。バスンで8番に床田投手を置いてみました。まあこれね思い当たることがあってですね、この間ね森下投手が阪神戦で2軍に出た時の話なんですけども、その時森下投手が8番だったんです、打順ね。でそう、その時にまあ思ったんです。まあ、森下投手ってバッティングもいいしバッティング好きだし、あれなんか床田投手と一緒じゃんって、ってことは床田投手もね行っちゃないよ8番みたいな感じで思ったんです。そうそう、なんか8番をね投手にすることによっていろんなメリットもあるかなっていう風に思っておりまして、まあその辺はちょっと説明が難しいのでちょっと難しいからいいやということで、まあねそういうこともあって8番に床田投手を入れてみました。でですね、まあ、菊池選手をねもう一度ちょっと休ませて、まあ、今絶好調の矢野選手を引き続きスタメンで起用したいなっていうふうに思って入れましたね。で
田中選手はちょっと今調子が悪いので、あの昨シーズンのね対村上のデータから唯一ねフォアボールも選んでたりするので、上本選手の方がいいかなと思って上本選手を起用させていただきました。でまあ打順の話なんですけども、今までね野間選手を1番で起用してたと思うんですけども、まあ野間選手もね今調子いいので問題ないと思ったんですけどもね、実はランナーの打率がね2割3分1厘とちょっと物足りない感じになっております。まあ、そこでランナーなしの打率がね6割の出塁率の6割2分5厘の矢野選手を1番に置いてみようと思いました。で野間選手はランナーが1塁にいる時の出塁率が6割6分7厘なので、あ、じゃあ2番でよくない、多分ねロングじゃない長打を打ってるから、ランナーが1塁の時に6割6分7厘を、もう、ね、今年はもう単打の野間ではないですよ、本当に長打の野間ですよって感じで、っていう感じで2番に野間選手を置いてみました。でまあ上本選手を6番にしたのは得点圏が5割ということで6番でいいかなっていうふうに思ったので6番に置いております。で田村選手と坂倉選手は今ちょっと調子がねあんまり良くないので、得点圏がねあの坂倉選手に関しては1割の田村選手に関しては0なので、まあ、会の方に置いてちょっと調子を上げてってもらいたいなというふうに思って会に置かせていただきましたって感じですね。まあ8番床田投手っていうのがね当たったらいいよね、まあ、これ結構いい打順だと思うんだけど、私ちょっと一回マジでやっぱりつながってないっていうのが今の課題なので、つなげる打線っていうのでねこれいいと思うけどね、本当に今多分床田投手マジで絶対ホームラン打ってやるって思ってるよ今年。だってもう打席入った時の顔違うもん、マジで人かみたいな顔してるもん多分。だからもう頑張ってもらいたいと思うので、この打順マジで当たってほしい。もはやこれでいってくれませんか。もしね新井監督悩んでたらこのチャンネル見てください、本当にこれでいきましょうって感じで、今日の動画はまあここで切りよく終わりにしたいと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、拡散の方をよろしくお願いします。はい、それではお客様お帰りです。ご来店ありがとうございました。明後日は絶対勝つよ。じゃあねー。